皆さんこんにちは。いつものお茶でも酒の動画を提供する毎度おなじみ雄大コープ代表取締役社長の三浦雄大と申します。今日はですね、神奈川県の横浜に来ておりますね。はい、で今日のテーマはこちらでございます。はい、京急ミュージアムにこれから行こうと思います。京急ミュージアムはですね、今年のですね1月にです24日だったから確かオープンしたんですけれどもですね、なかなかちょっと抽選とかがあったりとかしてですね、いろいろ入れなかったんですけれども、ようやくちょっとなんか最近入れるようになったということですね。今更なんか来てみました。はい、なのでいろいろですね、中にはもうすでに行ったんだよっていう人もいるかもしれませんけれどもですね、これからですねちょっといろいろ中には行ってない人もいらっしゃる人もいると思うのですね、これからちょっといろいろ紹介してみたいと思います。はい、まあ、こちらからまずご覧ください。はい、はい、ここがですね京急ミュージアムあるビルですね。ここはですね京急のグループ会社がいっぱい入ってる、ビルなんですね。ここは日産の本社がありますね。カルロス・ゴーンの有名なとこなんですけれども、ここにですね、地区の1階です、京急ミュージアムあるので、これから中に入ってみようと思います。はい、まず飛び込んでくるのがですね、この電車です。デハ230型電車ですね。この電車はですね、昭和4年、1929年に登場した電車なんですね。この電車は当時、京急では最新鋭の電車でございました。で約48年ぐらい活躍して、昭和53年、1978年に引退しましてですね、僕の住んでる町、埼玉県川口市青井町公園に、その後展示をされておりました。はい、これは電230型の、説明ですね。はい、でこの川口にいた電車をですね、京急電鉄が買い取って修復してですね、でここになんか博物館として置いている次第でございます。はい、はい、これから細かくこの電車についていろいろ見ていきたいと思います。はい、これはその修復の様子ですね。元川口に行った時はですね、野ざらしに展示されていたのでですね、ほんと電車がボロボロでした。でそのボロボロだった電車をそのまま京急が引き取ってですね、これを修復したんですね。綺麗にしてこのように博物館になんかそのミュージアムに展示されるほど綺麗になったということですね。僕は個人としては本当に嬉しく思いますね。はい、里帰りということですね。個人的には川口にいたよりもですね、ここの京急の横浜にいた方がね、本当にこの電車は本当にですね、幸せだなと本当に深く感じております。はい。本当に、これは本当にすごい技術でございます。はい、これはホームの様子ですね。はい。なかなかリアルタイムできてますね。はい。あと、いろいろ見ていくとですね、これは昔、行き先ですね、これ。あとはあそこで信号とかいろいろ表示灯がありますね。はい。これもよくリアルタイムで出てますね。はい。これはなんかポスターから、はい。快速特急の説明とかありますね。はい。では、これから中に入りますね。はい。これ信号なんですけれども、はい。これもすごいですね。多分本物の同じ部品を使ったんじゃないですかね。はい。はい。これから中に入ってみようと思います。はい、中に入りました。中はこうなってますね。扇風機が動いてるんですけれどもですね、リアルタイムですね。電気系統もなんか、細かくなんか修復した感じですね。これは運転席ですね。人形がこのようにいますね。運転手さんのですね。あとはですね、こんな感じです。なんか昔の、東地下鉄博物館にある丸の内線の昔の電車によく似てますね。はい。座席は青くなってますね。この電車は座席青かったんだとよく見えますね。座席座ってみました。座席は本当にふかふかでしたね。はい。座席ふかふかですね。もうソファーの感じがしました。今座っても本当に違和感なく座れましたね。はい。もう電車の中は本当に懐かしいなんか雰囲気がすごい漂っております。はい、これはですね、昔のパンフレットですね。はい、品川、羽田、京急は19分とかあるんですけれどもですね、確か羽田空港の直接22年ぐらいからやってるのかな、確かそんな感じなんですけれども、あとはこれはパンフレットとかあれですね、昔の。限定チップが展示してますね。はい。中には見れて、マグロチップとか、知ってるのもあれば、全然知らないチップもあるんですけれどもですね。なんか割引チップとか、本当にケーキを本当に作ってるということでですね、お客さんのそのサービス向上に努めてる会社だなというすごい印象があります。はい。あとは本当に知らないチップとか、あと、なんか電車の部品とか、いろいろありますね。はい。はい、これはですね、ケーキのなんか、紙のプラス、模型からそんな感じなんですけれども、あとはそう京急のなんか写真デハ230とか、あとだるまとも言われた京急800型の写真がありますね。この800型はもう引退してますね。はい、去年6月に引退したんですけど、あとは京急1500の写真もあります。
はい、はい、これはですね、京急ができた頃の様子をですね、まあ、素人ともに展示してあります。はい、京急は品川からですね、横浜とかいろいろ、横須賀とか、あと三浦半島とかも、そのあたりの沿線に力を入れましてですね、まあ、京急はですね、鉄道以外にも住宅とかそういうサービスにも力を入れてるんだよっていうのですね、まあ、昔からの資料を交えて展示をしております。はい、なかなか京急も深いんですけれども、あ、これはですね、さよなら203人の車両展示即売会の様子ですね。こんなのあったんだなと思うんですけれども、まあ、簡単に電車の部品のやつかなだと思うんですけど、これはですね、2000型のですね、クローシートファイナルランの様子です、ね。2000型は僕乗ったことあるんですけど、その時はもう3ドアだったのかな、なんですけど、その時は、登場の頃は2ドアでしたね。はい、これはですね、駅名の変更、最近、もうすぐで京急はですね、駅名変わるんですよ。このようになってますね。はい。あとはいろいろ見ていくとですね、これは、まあ、ウィングシートといいまして、確か座席指定 の紹介ですね。はい、京急2100だったかな、確かそのやつなんですけど、これは京急1500 その説明と裏側の、まあ、観光の様子をなんかを抱かずりにしたやつですね。はい、あとはこれは京急朝の混雑期で重量編成の電車が走りますってあるんですけれどもですね、もともと重量が短かった電車がですね、重量に、まあ、なるということですね、まあ混雑緩和ができるんだよっていうのですね、まあ、ポスターを交えて紹介してます。まあ、電車増えた方がいいんですけれどもね。はい、まあ、あとはこれはデハ230型の、まあ、昔の写真を交えて説明ですよね。はい、音声を交えて説明してますね。はい、まあ、こんな感じですね。はい、なかなかリアルタイムになって伝わってきます。はい、これはね、真ん中にあるんで模型ですね、ジオラマなんですけれども、京急の沿線のですね、リアルタイムですね。これはあの品川駅の様子ですね。はい、だからサンライズとか山手線とかあるんですけれどもですね。はい、はい、これは羽田空港の国際線ターミナルですね。これもあと、これ平和島協定もありますね。はい、これもよくリアルタイムに出てますね。はい、飛行機も JAL とか ANA とか、なぜかエアドゥとかピーチとか、いろいろリアルタイムになんかできてますね。はい、なかなかこれもよくなんか、まあ、京急と羽田くんは本当切り離せない関係なんですけれども、 あとはこれ、これは車両工場か、これ車両工場の様子ですね。なんか昔の電車もあるんですけれども、まあ、新しい電車もありますね。はい、これはですね、三浦半島葉山かな、様子をで撮りました。これマホロバマインズ三浦だったかな、俺僕も大昔泊まったことあるんですけど、本当にいいホテルでしたね。はい、これもよくリアルタイムに出てますね。はい、やっぱこの辺りマグロが有名ですね。あ、これ三崎口ね、三崎口駅がこのように流れております。はい、まあ、三崎口は本当緑とか海が本当に豊かな場所でございます。これはどこだ、あ、金沢八景か、これはですね、あとこれシーサイドラインがありますね。はい、電車が走ってますね。これも本当に実物をこうなってますね。はい、あとこれなんていうの、これ横浜のランドマークタワーですね。はい、ランドマークタワーもよくリアルタイムに出てますね。はい、あとはまあ港未来とかもよく出ていますね。はい、なかなか、あと横浜の様子ですね。あとはこれは京浜工業地帯の様子もこのように出ております。あとはこれ京急蒲田、京急蒲田は京急本線、京急空港線のですね、分岐点の駅ですね。あの2階建ての駅になってましてですね、それ上下になんかそのリアルタイムに出てますね。実物もこうなってますね。はい、この駅を出た時も、ね、結構すごい難工事だったとなんか聞いております。はい、これはですね、脇にあったのはバスのなんか模型ですね。はい、京急バスです。これのリアルタイムでなんかスイカを置くとこもあるんですけれども、お金を受け取るとこもあります。これ運転席座りましたね。はい、座席はこうなってます。本当によく本物によく出てます。これギアですね。はい、なんかこれあのなんかオートバだったんですけれどもですね、バスのなんか前面車掌もよくなんか出てます。これはスイッチですね、ドアを開けたりとかですね、あの行き先を変更したりするときは できるんですけれども、なんかリアルタイムになんか細かく出てましてですね、なんか2、3回でしたら多分この部品が多分壊れると思うんですね。あの早く座りたい人はですね、綺麗な状態で座りたい人は早く座ることをお勧めします。はい、これはですね、
バス行き先をこれに変更はできるんだよというのができますね。はい、これ案内板ですね。はい、案内板とかもできてですね、あとはここにですね川崎大師のお守りがありますね。まあ安全に走らせたいという思いが、まあ、あるんじゃないかと思いますね。はいはい、運転席座りましたね。まあ運転席は本当に本物充実力なんかできてましたね。はいはい、これはですねバスの行き先を変更できるなんか体験ですね。はい、この前にあるこのバスのモックアップのですね、なんか案内をなんかできるんですけれどもですね、はい、なんかいろいろなんか細かくなんかちょっとやってみたい。まずは設定をするのか、設定をしてですね、あとそのバスのなんかその行き先のなんかもうなんか番号になってですね、はい、いろいろあるんですけれどもですね、まあ一番有名で横浜駅にしてみましょうかね。はい、で横浜の駅はですね、0の04のですね、なんだ0004ですね、4です。で横浜駅になりましたね。はい、こう番号を押すと多分実物そこだってるのかな、多分数字を押すとなんかで駅いろいろな行き先変更できるっていうのがありますね。はい、これはなかなかすごいですね。はい、はい、これはですね京急線系をモチーフにした運転シミュレーションになってます。はい、なんかリアルタイム出てます。はい、これは運転体験のですねなんか説明ですね。なんか発見機で QR コードから運転レベル選べるんですね。はい、で運転レベルはですね一応なんか細かくなんかあるんですけれどもですね、入門コース、初級コース、中級コース、上級コースありますね。小さい子供からですね、鉄道、僕みたいな鉄道マニアですね、でもですね、いろいろ対応できるようになってますね。はい、いろいろなんか行き先はです、いろいろなんか立ち会いが京急蒲田、横浜とか蒲田とか京急八景とかいろいろありますね。はい、ちなみに僕は上級コースをやったんですけど、上級コース結構難しかったのがよく覚えてます。はい、なかなかこれいろいろリアルタイム出てですね、まあ初めてやる人は、ね、入門コースか初級コースは多分おすすめかなと個人的には思います。はい、では少し運転台の様子で少しですねなんか見てみたいと思います。はい、これは京急線系の本物の運転座席かな、なんか客席になってますね。はい、これはなんかリアルタイムに出てます。多分本物からバッグ持っていったんじゃないでしょうかね。はいはい、これは運転台ですね。あそこ QR コードかざしてです、ね、運転できるようになってますね。はい、あそこに速度計とかがいろいろ変な景気がありますね。はい、なんか電話もありますね。あれがちょっとペダルかなありますね。これもよくできてますね。本当に本物のなんか本物の運転手なんか研修にも使えるようなですねできてますね。はい、これはですね全部なんか運転したらですね相当なんか時間かかりますね。はいあとはこれ京急入館方法ですね。なんか土日はですね抽選なんですよ、ここ。はい、抽選出てですね、なんで平日はですね先着順で入れるんですね。はい、でこれはなんか3月か3月の様子なんですけれどもですね、館内そのインターネットの抽選もできますね。はい、で平日は入れますということで、どうしても行きたい方で平日のですね午前中から入ることをお勧めします。はい、これは3月現在のやつなんですけどですね、これ状況によってはですね変更があるんですね。最新状況はホームページで確認してください。はい、まあそんな感じでございます。はい、ただいま終了いたしました。京急ミュージアムですね、まあ中はすごいなんかまあ狭い感じがしたんですけれどもですね、まあ京急の資料として結構コンパクトながらちょっと充実っていうのですね、京急好きにはですね本当持っていかないしてたと感じております。はい、まあ、今ですね、今少しちょっと関係、今ですね平日は今普通に入れるんですけれども、土日はですね抽選インターネット受けてでやってるんですね。はい、でですね平日なんですけれども今先着で入れるんですけれどもですね、今全国の小中学生がですね今新型コロナウイルスでですね休校措置を取ってるんですね。なのでもしかしたら多少混むかもしれませんので、ね、なるべくどうしても早く行きたい人はですね今が本当おすすめでございます。はい、なるべく早く来る方を、まあ、おすすめしたいと思います。はい、雄大コープのミュージアムでした。ご視聴誠にありがとうございました。何かしら送りたいと思います。はい。